次は私の番。おっと、ありがとさん、ぼーっとしてんじゃないよ。いいよ。次のターゲットはドイツだ。いいぜ。私をお導きください。はい、次は私の番。了解。ぼーっとしてんじゃないよ。了解。まだやれます。どれがいいかな。アメちゃん食べて。ちどうも。次のターゲットはドイツだ。いいぜ。私をお導きください。光に苦難を払いさま。私に任せて。ぼーっとしてんじゃないよ。あっ、了解。いいよ。次のターゲットはドイツだ。いいぜ。私をお導きください。光に苦難を払いたまえ。次は私の番。了解。ぼーっとしてんじゃないよ。あんたの狙い通りだ。いいよ。どれがいいかな。ドロッと。おバカさんが一人減ったね。次のターゲットはドイツだ。いいぜ。
私をお導きください。光に苦難を払いたまえ。庇護の光、ありがとう。私に任せて。そうです。ありがとう。ぼーっとしてんじゃないよ。皆を守りたまえ。光に苦難を払いたまえ。ちっ、どうも。ぼーっとしてんじゃないよ。撃ってろ。まあまあかな。どれがいいかな。次のターゲットはドイツだ。私をお導きください。光に苦難を払いたまえ。ぼーっとしてんじゃないよ。撃ってろ。あんたの狙い通りだ。いいかな。マジックだよ。次のターゲットはドイツだ。くらえ。私をお導きください。ぼーっとしてんじゃないよ。かかってきな。くらえ。いいかな。見事な采配だ。私の見込んだ通りだよ。どっかのムカつくやつと比べても引けを取らないね。この状態が続けばいいんだけどね。
え？ゼルルは？意外と打たれ弱いのね。気にするところそこなんだ。ゼルルを返してよ。礼を言うならまだしも俺たちを責めるとはな。あなたたちが来なければゼルルは死ななかったのに。同じのを捕まえてきてよ。今すぐ。そう言われても最悪はそう簡単に捕まえられるものじゃないんだよ。うちの秘密基地だってあなたたちのせいでせっかく集めたお宝が全部パーだよ。うちはまた一人きりで混沌の海をさまようことになるのね。この子をここに置いとくわけにはいかないね。ずっといいに決まってるし。ゼルル2号を用意してくれるまで誰一人返さないんだから。ねえねえベラちゃん、楽園には喋る猫ちゃんがいるんだよ。喋る猫？ゼルルみたいに可愛いの？もちろん可愛くて賢いんだよ。しかも大好物がタコの缶詰なの。ただの猫に食いつくかよ。よし、じゃあその子をうちの新しいペットに決定。さっさと楽園とやらに連れてってよ。うちのペットに会いに行くんだから。小塚にゃ、やっぱ部屋に戻って寝るにゃ。ふえっ、
園での生活にも、もう慣れたようだにゃ、あいつ。力がどんどん強くなって、タロット集めも順調みたいにゃ。あの願いも、そろそろ形が見えてきた頃じゃないかにゃ。うむ、機会があれば、褒めてやるかにゃ。いや、やっぱりやめたにゃ。あいつ、このアガハイをペット扱いしたあげく、他人にあげたんだにゃ。許さにゃいぞ、愚かな人間め。